来ましたよ、集まれ動物の森、任天堂スイッチ。確か3月20日に発売して、ちょっとね時間経ってるんですけど、今日からやっていきたいと思います。で、今まで動物の森をやったことないから、めっちゃ楽しみにしてるんですよね。もし詳しい方がいればコメント欄なので、ぜひ教えてください。それじゃあ早速始めていきましょう。まあ、ちょっとずつねセリフ見ながら喋っていってるんですけど、つぶきち、かわいいな、つぶきち。どっち、つぶきち。わかんないんだけど、右と左で全然見分けつかないよ、つぶきち。豆きちもわかんないよ。あ、なんか口動いてんだ、でも喋ってる方。正面から見て右が豆きちか。なるほど。そしてつぶきちは、つぶきち喋んないな。それでは早速無人島へ移住するための準備を今から進めていく。最初にお客様のお名前とお誕生日を教えていただけますか。 OK、 ピオキングって入れておこう。てか今聞いた？歯だったらね、歯って聞こえるんだよね。なんか決定音っていうのかな。ほらほら、火だったら火って言うよ。ほら、すごくない？ピオキングって言われた。めっちゃ嬉しいんだけど。ピオキングさんで OK。 で、誕生日は7月6日。で、OK。 これガチ誕生日です、僕の。ピオキングさん、ピオキングさんと確認できました。続いて、なんだ、今度はピオキングさんの写真を撮らせていただく。身だしなみを整えていただく時間は十分にあります。せっかくですから、なりたい自分になっちゃう感じで好きなだけ整えてください。あ、女の子にしたい。どうしよう、女の子でいい？僕は男の子なんだけど、やっぱり女の子の方がね、なんていうの、アバターとか変え替えがあるんだよね。後で変更もできるから、今回はちょっとね女の子で行ってみる。可愛くないな。全然可愛くないな。よし、このピオキングがめちゃくちゃ可愛くしてやりましょう。僕好みになってしまいますけど、やっぱ色は白いに近い方、あ、こんくらいが可愛いかな。こんくらいでいこう。そして髪の毛、どうしよう、これはないな。ブロッコリーじゃんこれ。これはないな。とりあえずこれで言っておく。普通っぽいけど。で、髪の毛は暗かったら男の子っぽいな。だから女の子っぽく、なんかこれかっこよくない？かっこかわいくない？シルバー。金髪もいいけどね、もう早くせって。早くしろって話だよね。ちょっと待ってね。いや、結構ねこういうの悩んじゃうタイプなんだ。はい、できました。これでね行ってみようと思います。まあ普通だよね。あとで服とか髪型とか変えれたらいいんだけど、変えれるのかな、まだね、ほんとわかんないんだよね。まあまあまあ、まあ、そんなんもね含めて楽しみですよね。次はこれから移住する島を相談しながら決めていきましょう。そうそう、この無人島、もう皆さんね、これを見てる方はいろんなね実況者さんが集まる動物の森、もうめちゃくちゃみんなやってますよね。だからね知ってると思うんですけど、まあ、無人島に移住してなんか自分たちの村を作るって言えばいいのかな、新生活を始めていくっていうことなんですよね。で、ちなみに今ピオキングさんがお住まいの場所はどちらになりますか。もちろん日本です。通りで日本語がお上手なわけです。え、なんか喋ってるの？全然喋ってないよね。ピオキング出てないもんね。ピオキングさんには日本と同じ北半球の島への移住をおすすめしますが、いかがでしょうか。北半球、なんか北って寒そうだよね。南にしておく。それじゃあ南半球にしよう。で、したら南半球にある無人島の中から実際に移住する島を選びましょう。いくつかの島の地図を用意しました。確かね、僕もヒカキンさんの集まれ動物の森の実況を見たんですよね。確かいくつかの地図の中から好きなものを選ぶっていう話だったよね。で、その中にハートマークがあるため池みたいなのを選んでたんだよね。
なんかリセマラ的な感じをやってたのかな。それがすごい可愛くて僕も欲しいなって思うんですよね。でもないだこの中には。これで一回一回リセマラしてたのかヒカキンさんは。見て見て左下、これですよ、この地図ですよ。この地図が欲しかったんだよね。この地図のためにリセマラしたんですけど、この地図が確かヒカキンさんと一緒なんですよね。それじゃあね、この地図で始めていきましょう。それで最後にもう一つだけ質問。ピアキングさんが無人島に一つだけ物を持っていくとしたら、この中でどれを選びますか。どれだろう。食料じゃない、やっぱり食料にしておこうか。いやだって無人島でしょ、な何もないもんね、食べ物。え、何、食料くれるんじゃないのそういうことかよ、興味本位かよ。チャーター便はただいまご搭乗の準備が整いました。これでね、無人島に行くっていうわけですね。ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わりました。それじゃあ一緒に出発しましょう。で、リセマラするときにね、女の子のね、見た目とかもデタラメにしたんだよね。何回もするだろうと思って、だから途中でね、変えようかなって思います。全然さっき決めたアバターっていうのかなと違う女の子になってると思うんですが、その辺はね、全然気にしないでください。さて、この真ん中に座ってるのは僕、ピオキングじゃないな、絶対違うでしょう。かわいいな雰囲気。ここで今から新生活が始まるのかな。無人島って言ってたけど結構人いるね。後々にこんな感じに仕上げましょうっていうサンプルかな、このイメージは。めっちゃ人おるやんめっちゃ人おるやん。でもなんかいいな、このほんわかした感じ。ちょっとこれからの動画は動物の森多めで行こうかなって思うんですけど、いいですかね。あ、あの真ん中の子可愛かったな今の。髪型はまたアップデートとかで追加されたらいいけど、されるのかな、どうなんだろう。このロード画面も可愛い、右下の飛行機飛行機なのあれ、前にプロペラみたいなのついてるけど、あれ飛行機かな。あんな飛行機初めて見たぞ。ヘリコプターでもないしな。さてここからピオキング無人島の生活がスタートします。あ、みんな一緒に来てくれるんだ。あ、タヌキも一緒に来てくれるんだ。長旅お疲れ様、着いたばかりのとこ申し訳ないのですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただく。近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずはそこまで移動をお願いします。それじゃ案内しますので、Lスティックで僕たちについてきてください。お、歩ける歩ける。あ、こんな感じの服なんだ最初。見て、全然さっきと違うでしょ。どうやって変えんのどうやって変えんの。まだ何もできないのか。それじゃあこのまま行くか。走り方かわいいな。じゃあ社長、社長大きいな、社長大きいな。タヌキ人間と同じぐらいじゃん。皆さんちゃんと揃ってますか。念のため点呼します。キャンベラさん、ガチャさん、まあ確かにガチャっぽいよな、なんかガチャっぽいな。右ちょっと機械っぽいな。大丈夫ですね社長。今回の申し込み者3名お連れしました、ご苦労様。では、あ、どうも、はじめまして、ピオキングです。僕はこの無人島移住パッケージを企画したタヌキ開発の社長、タヌキチと申します。今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始めるだなも。とはいえ、これはあくまでもパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるよう、僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただく。
なるほど、めっちゃいい人じゃん。社長自ら無人島に住むんだ。そんな企画ある？まず皆さんには寝る場所の確保をさせていただきます。僕は不動産業もやってるから無人島に立派なお家を建てることもできなくないけど、せっかくの無人島暮らしを存分に味わってもらえるよう今回はテントを用意した。ここにいる豆吉か粒吉からテントを受け取って好きな場所に貼ってきて。 OKOK、 どっちからもらえばいいんだろう。粒吉がいいな。よし、こちらがピオキングさんの分のテントになります。OKOK、 気に入った場所が見つかったら X のポケットからテントを選んで貼ってください。テントを貼るにはある程度のスペースが必要なので、貼れるかなと思ったらとりあえず広げてみて試して、この島の地図もお渡ししておきます。いいね、地図がないと困るもんな。テントを貼り終わったらそちらの地図を頼りにここまで戻ってきてください。よし、 OKOK、 それじゃあね、テントを貼りに行きましょう。X ボタンでしょ。あ、X ボタンで持ち物を確認できるんだ。なるほど。で、メニューないの？メニューないな。マジかよ。アバター変えれないのかな？どこにしよう、テント。あんたは確かピオキングって名前だったよね。うちはキャンベラ、よろしく。見たところお互いどこにテントを張るかまだ決めかねている。こんな小さな島じゃどこに住もうがみんなご近所さんだね。まあ、確かにそうだよね。とりあえずこの木を拾っておくか。え、なに？あ、木揺らせるの？え、これ木の枝取れないの？この桃とか。あー、出た。え、取れない。なぜ桃取れなくない？まだ取れないのかな。まあいいか。それじゃあテントを張る位置を決めましょう。どの辺がいいのかな。あ、なんかこの辺いい感じだぞ。いや、でも海辺の近くのテントっていうのもオツだよね。この辺にしておく。川も近いし海も近い。川っていうのかな、海でいいのかな。一旦この辺でテントを張っておきましょう。 OK。で、ここにテントを張ろうかな。想像してみる？一回どんな感じになるか見てみよっか。いいんじゃないの？めちゃくちゃいいんじゃないの？これ。オッケー。おしゃれ。めっちゃおしゃれじゃん。海辺が近いテントなんて、こんなキャンプ一回してみたいな。まだタヌキさんの説明も済んでないし、中に入るのは余地にしよう。それじゃあタヌキチさんのところに一回戻ってみるか。この子か。テント張り終わった。オッケーオッケー。他の二人が戻ってきてないからまだ探してると思うんですよね。ここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人がいないか様子を見てきてもらえると助かる。さっき下に確かいたよね。あ、この子この子、キャンベラさんだよね。ピオキングはもういい場所を見つけたのかい？めっちゃいい場所を見つけた。うちはフィーリングで決めようと思ってたんだけど、どこもいい感じだから意外と悩んじゃう。まあ、確かにね、悩むよね。どこもいい雰囲気のところだもんね、ここ。風の音もね、海の音もあるし。ピオキングはどう思う？探してあげようか。うちにぴったりの場所を見つけてくれるっていうの？会ったばかりの相手にあんた、えらく気が利くね。あんたを信じて任せよう。おばちゃんっぽいな、なんか喋り方が。うちのそのテントはピオキング、あんたがいいと思う場所に貼ってくれ。うちは邪魔しないように広場で待っておきます。よし、じゃあね、キャンベラさんのテントも立てておこうか。あ、キャンベラさんこの辺がいいんじゃない？待って、決めるの早いかもしれない。まあさっきね、僕が海辺に立てたから、まあ同じじゃ面白くないよね。だからもうちょっと違う場所に立ててあげようか。それじゃあキャンベラさんはこの辺にしておくか。キャンベラさんは、あー、いいね、いい、木も邪魔してないしね、結構かわいいぞ。オッケー、キャンベラさんのを立ててあげました。優しいな、ピオキング。キャンベラさんのテントの場所を決めた。よし、それじゃあキャンベラさんのも決めたことだし、話しかけてみようか。キャンベラさん意外と顔ごついな、なんかゴリラっていうか、なんかすごい顔してんな。一応コアラのイメージかな。
見つかったかい？うん、テント張れたよ。どんなとこか楽しみ、ありがとう。お、そうそうそう、ガチャがね、いないんだよね。ガチャはどこにいる？地図でわかんのかな。地図を広げてみたらガチャがどこにいるかわかんないな。どこいたっけな。なんかさっきいたような、あ、いたいたいた、ここに行ったのか。ガチャってんだ。確かにガチャっぽいね。一応カエルのイメージかな。ピューキングはもうテントを張り終わった。オイラは自然を感じられるとこにテントを張って心と体を鍛えたつもり。この辺り、あ、確かにこの辺り良さそうだよね。いや、この辺りいい、全然いい。木もいっぱいあるし自然の中っぽいもんね。一緒にイメージしてみようぜ。どんな感じ？いいじゃん、めっちゃいいじゃん。いや、いいと思う。これで行こうじゃないか、ガチャさんよ。よし、オイラの住むとこここにするぞ。ダロボ、一応ロボなんだねロボ、服着てるけどロボなんだね。実はどうしようか迷ってたから助かりました。もしかしてもう一人のキャンベラのことも手伝ってきてくれたのか。お前なんていいやつなんだ。今は着いたばかりで何も用意がないけど落ち着いたらちゃんと礼はするから。礼なんていらねえよ、ガチャ。俺とお前の仲じゃないか。いや違う、私か俺じゃない、私か。一応女の子っていう設定だからね。そして夕方になった。聞いた場所は見つかったかな。まあ、とりあえず寝泊まりしてみて不憫に感じることがあればまた相談してくれたらいい。それよりもこれで無事に寝る場所も確保できたし、今日は親睦会も兼ねてこの広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。いいなあ、キャンプファイヤー、俺も行きたい、実物の俺も行きたい。現地調達、それじゃあ分担はこうする。キャンベラ、ガチャ、豆吉、つぶ吉の4人はここで会場の設営を。ピオキングさんと僕は燃料になるものや食べられそうなものを集める。オッケーオッケー、さっきの木とかね、桃とかを集めればいいのかな。何個集めればいいんだろう。ちょっと話してみる。ピオキングさん、火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきて、僕があらかじめ集めた分もあるから、そこら中に落ちてる木の枝をあと10本か。オッケーオッケー、 Y ボタンで足元のものを拾える。オッケーオッケー、僕は待ってる間にこの島の木に生えてる桃らしき実の正体を調べておく。美味しそうだもんね、あの桃みたいなやつ。それじゃあ木の枝を10本集めていきましょう。1本、2本、これでしょう。これも拾っておく、1回。オッケーオッケーオッケー。そしてこれで3本目か。でここも桃がある。めっちゃ美味しそうだよねこの桃。よし、木の枝もねしっかり10本集めてタヌキチのところに戻りましょう。今何本だ、今何本だ、あと3本か。あと3本。あ、待って、今何拾った。俺、雑草、雑草とかいらんくない。雑草いるの。燃料にはならなそうだけど、とりあえず桃めっちゃ落ちてるな。で、あと1本木の枝があればいいと思う。 OK、 これで10本だよね。 OKOKOK、これでタヌキチのところに社長拾ってきましたよ。おお、ピオキングさん、どうやら無事に木の枝を集めてきてくれたんだね。それじゃあ一旦こっちで預かっておく。これでキャンプファイヤーできるかな。無人島移住を希望する人だけあってさすがに仕事が早い。次は食べ物か。島の木になっている実について調べておいた。桃に見えたあの実は正真正銘紛れもない桃。いいな、美味しそう。桃人数分の6個。あ、6個俺持ってなかったっけ。あ、ほらほら、もう持ってるよ。さすが気が利いてる。たまたまだけどねめっちゃたまたまなんだけどね。その桃を扱って大急ぎで準備を進める。桃みんな1個でいいの。え、晩ご飯それだけ、足りんくない、大丈夫。
さてさて、これ準備は整った。それじゃあキャンプファイヤーに点火します。どんな感じになるんだろう。あーいいねいいね、キャンプファイヤーっぽい。こんなこと一回してみたいよね。皆さん改めましてようこそ。僕はこれまでいろんな土地や商売や不動産業やってきたけど、この無人島移住パッケージは僕のこれまでの経験の集大成として立ち上げた一世一代の新ビジネス。当初の計画よりは少ない人数でのスタート、でもこれぐらいの人数で始めてここから徐々に広げていく方がやりがいがある。まあ確かにね、こういう旅行2泊3日ぐらいで一度やってみたいな。というわけで皆さんもこの無人島の一員として、よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べない。もう今の時点で6人もいるもんね。全然無人じゃない。お、どうした？僕たち最初の住民でこの島に名前をつける。一人一人アイデアを出し合って多数決。今から少し考える時間あげるから、みんなが考え終わったらせーので発表する。で、島の名前を提案してね。そうなんですよね、ここでね、きっと僕がこのつけた名前が島の名前になると思うんですよ。っていうことで、ピオキング島とかピオキング島っていうのはね、ちょっと面白くないもんな。だからはい、これで決まりました。適当ごめんなさい、冗談です。はい、これでね、決定したいと思います。ピオ島。まあ確かね、島とか島とか島っていうのは最後の読み方は後でね決めれたと思うんですけど、これで一回スタートしていきましょう。なんか面白い名前思いつかなかったな。まあピオキングのピオを取っただけだけど、せーの、ピオモリモリってやばくない？モリモリとやばいな、一番したくない名前だ。みんな見事にバラバラで、どれを取ってもいい。この中でどれにするか順番に名前言うから、賛成なら拍手をする。異色のネーミングセンスが光っていたピオキングさんの提案からいく。ピオキングさんの提案の名前はピオ。え、めっちゃみんな拍手してくれてるえ、ピオで、もうこのピオで決定しちゃってもいいだもんな。ピオですよ、いいの。めっちゃみんな OK 出してくれてる、優しい。みんな、じゃあ今日からこの島の名前はピオで決まり。ちなみにピオキングさん、島の呼び方はピオ島、ピオ島、ピオ島、どれだも、まあ当然ピオ島ですよね。ピオ島、うん、ピオ島も言いにくいから、やっぱピオ島で行きましょう。うん、じゃあ今日からここはピオ島ってことで、ピオキングさんはこのピオ島の名付け親ということになるので、今後も重要な決定はピオキングさんに相談させてもらいます。オッケーオッケー、いいね。っていうことは、この島で一番偉いのは私ですね、ピオキング。みんな納得してるめっちゃみんな納得してる。ピオキングさん、島民代表に就任した挨拶として何か一言お願いします。任せてちょうだいって言いたいところだけど、ここはちょっと控えめによろしくにする。よろしくあ、ちょっとチャラいな、チャリンとか言っててちょっとチャラいな。無事島の名前と島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど、今から乾杯する。オッケーオッケー。え、何持ってんのそれ、そんな持ってなかったよね。島民代表のピオキスさんに取ってきてもらった桃で作ったフレッシュジュースが美味しそうだけど、緑なんだけど色、絶対桃じゃないよねあれ。ではピオ島と皆さんに幸あれ、乾杯。いいね、ここで無人島暮らしが始まるのか、楽しみだな。今はまだセーブできない。え、いつできんのえ、いつできんの。それじゃあ一回社長に話しかけてみるか。ピオキングさん、楽しんでくれてる、今日は愛おしい日を焚いてるから、疲れたらテントに戻って休んでくれてもいい。ちょっとまだね、楽しみましょう。休みたくなった時はテントに戻る前に一声かけてちょうだい。渡したいものがある。どうした、ラブレターか。一応私女の子だからね。で、この子は、この子笑顔めっちゃ可愛いんだよな。移住者のみんなでピオ島の
これからお祝いするなんてなんだか感動的じゃないか。ロボはロボじゃない、ガチャか。一応ロボ飲むんだジュースえ、ジュース飲むんだ。それじゃあ休みますか。休みます。これを渡しておく。なんだろう、葉っぱ、ベッド。完全に葉っぱだったよね今いや絶対葉っぱと思った。よし、じゃあそれじゃあキャンプに戻ってベッドを広げておきますか。いい場所なんだ私の家は。そう、ここ素敵だよね。砂浜も見えて海も見えて最高じゃんここ。それじゃあ入ってテントを広げるか。テントじゃない、ベッドを広げますか。狭っ、めっちゃ狭っ。ベッドをこの辺に飾る。オッケーオッケー、簡単なベッドだなこれ。もうちょっと端っこに行けないの？ギリギリまで端っこに行きたいな。こんな感じ。いや横がいい、横がいい一時注文うるせえよって感じだけど、やっぱあーいいね。頭そっちじゃないでしょ普通。頭そっちじゃないよね、気持ち悪いよね真ん中に向けて寝るの。よし、この辺に飾ろうか。なんでど真ん中なんでど真ん中、端っこ端っこ、ここここここ、オッケーオッケー、これでいいんですよ。オッケーオッケー、いい感じ。なんかテント燃えそうだけどいい感じ。どうやって休むんだ。あ、A ボタン押しながら移動できるんだ。え、こんなの知らなかったけど、これでこのまま少し眠っちゃう。オッケーオッケー、今日疲れたでしょピオキング。ゆっくり眠るんだ、布団もないけど。風邪ひくな絶対あれ。布団ぐらいは用意しておいてほしかったな。誰？めっちゃイケメンじゃんあの犬ギター弾いてるし。ついに一人で暮らす決心をしたんだね。いいもんだよ。ああしろこうしろと指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしい。だけど一人で暮らすとなるとふと寂しくなることもあります。そんな時すぐそばに仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。まあそうだよね、友達って最高だよね。友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ。一人で長々と喋っちゃってごめん。そろそろ目を覚ました方がいいよな。誰この人、夢の中に現れるのたびたび。トタケケって書いてるね。この世界では一人で暮らすより大勢で暮らした方がきっと楽しいと思う。たくさんの友達が君の場所に遊びに来てくれるといいね。友達って誰が来るの？もしかして呼ぶのかな、それともスイッチとかでフレンドが来たりするのかな。さあ目覚めた後は現実と同じ時間の流れで君の暮らしを楽しんでくれ。それじゃあまた。っていうことは今ね夜中の12時、まあ1時ぐらいなんだけど、外は今夜中ってことかな。ピオキングさん、おいピオキングさん、起きてる？いや寝てる、めっちゃ寝てる、めっちゃ寝てる。あ、起きた起きた起きた。それじゃあ外に出てみますか。なんだ、あ、やっぱ夜なんじゃん。よかったピオキングさん無事だった。テントに戻ってから丸一日見かけないから心配した、寝ちゃってました。新しい環境に体が慣れてなくて疲れちゃったのかもしれないね。それそうと今日から本格的に暮らし始めるにあたって移住者の皆さんに大事なものを配りに来た。なんだ、布団でしょうやっぱり。iPhone! iPhone! スマホ、形が完全に iPhone! 動作チェックしておいたからちょっと電源を入れてみてくんない？お、かわいい！なんだこれ？めっちゃかわいいじゃんこれ。ありゃ？あ、これでいいんだ。ちゃんと電波も入ってる。じゃあ一旦閉まってもらっていい？そして？ちなみにピオキングさん、今までスマホって使ったことある？あるよ、現実ではね。だからこの世界では全くないから全くないにしてみよっか。スマホデビューおめでとう。この島での暮らしに絶対役立つから、この機会に使い方覚えてちょうだい。
え、ちょっと待って、使い方教えてくれるんじゃないの。デビューおめでとうって言っただけ。はい、この20パッケージの請求書。え、お金。まあ確かにお金いるよね。いや持ってないな。確かに持ってないぞ今。0円だもんね。お、ピョーキングさん、さては無人島だからって何も持たずに来ちゃっただもんね。そうなんですよね。心配いらない、優しいこの社長。こんなこともあろうかと、このパッケージは移住費用を現金ではなくマイルで支払っていただく特別なプログラムに加入していただける、その名もたぬきちマイレージプログラム。どっかでなんか聞いたことあるぞ。まあ何それって送っておくか。まあそのままなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステム。あ、確かにね、マイルとか言うよね。島での暮らしを楽しめば楽しむほどポイントが貯まって移住費用も支払える、とってもお得なサービス。ちなみに移住費用は本来の現金だと 49,800 ベルが5000マイルポッキリ。お得なのかどうなのか分かんないな。とりあえず5000マイルを集めてこの社長に払えばいいってことかな。それじゃあ僕はこの辺で失礼する。オッケーオッケー、とりあえず5000マイル貯めろってことでしょう。で、新生活が始まった。何をするのも自分次第、自由だ。とりあえず今日は一旦この辺にしておきたいところなんですけど、自分の見た目っていうのかな、アバターを変えたいんで変更できないかちょっと見てみます。で、今分かったことなんですけど、鏡のねパーツの前に立つとイメチェンできるらしいんですよね。まだね始めたばっかりでよく分かんないですけど、次回からどんどん島の探索っていうのかな、まあ、島作りをやっていこうかなって思います。それじゃあまたね。